皆さんこんにちは、西横県こけみざわです。今日はお客様からのオーダー品、酪農家のご家族が新築のご自宅を建てたその記念にジオラマ風クテラリウムを作ってほしいというオーダーです。牛舎と新しいご自宅をモチーフに、ご家族みんなが牛と戯れるジオラマ風景をクテラリウムで作っていきます。どうぞ最後までご覧いただければと思います。今回のオーダーはご夫婦とお子さん3人、白黒のパピヨンのワンちゃんがいるご家族と、酪農をされている牛舎、新築されるご自宅の風景を作りたいというオーダーをいただきました。新築のご自宅を建てられるその記念品でもあるので、いつまでも長くご家族全員が眺めて楽しめるような、そんなジオラマ風コケテラリウムを作りたいと思います。15cm×15cm の水槽を使ってコケテラリウムを作っていきます。まずはレイアウト、イメージしたレイアウトをノートにその案を書き出していきます。大人2人、子供は3人、ワンちゃんは1匹、そしてたくさんの牛、そういった風景をイメージしてレイアウトを作りました。ジオラマで大切なのはスケールを合わせること。今回は150分の1のスケールでジオラマを作っていくことにします。スケールに合わせて各材料を切り出していきます。これは牛舎の柱部分ですね。そして次に牛舎の屋根、その屋根を縮尺図の寸法に合わせてサイズを出していきます。 3.2 センチに決まりました。そして実際に屋根の素材を切り出していきます。屋根が合わさる部分は斜めにカットして接着しやすいようにしていきます。屋根の合わさった部分の支えになる素材を切り出します。両面テープを使って屋根の合わさる部分を貼り付けていきます。内側にも念のために接着剤で接着します。柱の土台部分も切り出します。ニッパーで切った柱の面を整えるためにグラインダーで面を出していきます。綺麗に面が出ましたね。そして土台に支柱を貼り付けていきます。なかなか細かい作業です。こんなイメージですね。
もう片方も作ります。そして支柱を両面テープで貼り付けていきます。牛舎が組み上がりました。屋根の内側も補強のために貼り合わせをつけていきます。全体のスケールは150分の1ですが、牛のフィギュアはあえて87分の1スケールにしています。主役である牛のスケールを大きくすることで牛の印象が強調でき、ジオラマ作品としても可愛い印象が作れるため、あえて牛だけは87分の1スケールにしています。人間や犬のフィギュアは150分の1です。続いてご自宅のパーツを切り出していきます。ご自宅の正面部分、玄関や窓枠のサイズを出していきます。そしてドアや窓の部分をカットしていきます。1階部分組み上がりました。続いて屋根のサイズを実寸で出していきます。実際に測ってみると 2.8 センチでした。片側 2.8 センチの屋根のパーツを切り出していきます。屋根を置いてみるとこんな感じ。ログハウス風の壁の木材を切り出すために、まずは塗装をしていきます。正面部分の細かい部分の木材のパーツのサイズも出していきます。リューターを使って細かい木材のパーツを切り出していきます。木材が切り出せたら壁を貼り付けていきます。微調整をしながら貼り付けていきましょう。ジオラマ風コケテラリウムでは、普段の水やりに耐えるよう使用するパーツも耐水性に仕上げていく必要があります。アクリル絵の具は乾くと耐水性になるので最適です。最終的にはパーツはすべてラッカー塗装をして二重に耐水加工しています。既製品のワンちゃんのフィギュアを再塗装して白黒のパピオンに仕上げていきます。白黒に塗り終わりました。これはどこからどう見てもパピオンですね。お父さんは赤のつなぎに着替えてもらいます。赤のつなぎが似合ってますね。ご家族全員のフィギュアにピンをつけていきましょう。こんな感じでピンがつきました。使用するパーツが整いましたので、コケテラリウムの作成に入ってきます。では実際に水槽を組んでいきたいと思います。まずはベースのソイルを入れていきます。水
で固めます。建物の基礎にあたる部分に砂利を敷き詰めていきます。下地を軽く固めていきましょう。今回使用する苔は荒葉白髪苔。乾燥に強く育てやすい苔で、少し葉っぱがふさふさしているのが特徴。牛が散歩する牧草の風景にぴったりの苔です。しっかり水を含ませて植え付けていきます。奥側の草原は張り苔にしていきます。細かいところは植え付けて形を整えていきましょう。矢作砂で庭を作っていきます。牛舎と自宅の間にも矢作砂を巻いていきます。家の裏にも。水差しで水をまいて砂全体を固めていきます。しっかり押さえて固めていきましょう。実際に家を置いて庭を作っていきます。そして牛舎も設置。主役となるフィギュアたちを並べていきましょう。ご家族のフィギュアも配置していきます。お父さんは牛の世話をしています。お母さんは家の前、お姉ちゃんは庭で遊んでいます。息子さんは牛の近くで遊んでいるようですね。女の子は二人で仲良く固まっています。そして白黒のパピヨンのワンちゃん、ワンちゃんも庭先に配置します。男の子も家族の周りに集まってきました。お父さんはやっぱり牛の世話で忙しいようです。これで今回のジオラマ風苔テラリウムが完成です。今回のジオラマ風苔テラリウムいかがでしたでしょうか。お客様からの横断品となる今回のジオラマ風苔テラリウム、新しい新居の生活のそばに置いていただいて、ご家族の皆様といつまでも長くこの景色を楽しんでいただければ幸いです。オーダーをいただきましたお客様、ありがとうございました。
最後まで動画を見ていただいた皆様もありがとうございます。次の動画でまたお会いしましょう。それではまた。